登山計画1981年5月赤井さんたち京都山岳会登山隊12名は念願だった未登峰の山への登頂を成功させるため中国の新疆ウイグル自治区にあるボゴダ山山への登山を決行しましまた。20日に飛行機で日本を出発して北京へ飛び鉄道に乗り換えてウイグルの主婦ウルムチへ向かいます。 その後、天地を経由して、スッド氷河近くにベースキャンプを設置。そこを拠点に、ボゴダミネの山頂を目指す計画です。帰りは、来た道をたどって下山し、日本へ戻る予定でした。登山者のプロフィール。今回、ボゴダ山への登山へ向かう、京都山岳会登山隊は、男性11名、女性1名の合計12名。 全員が登山経験豊富で実力のある隊員です。その中で唯一の女性隊員、赤井さんは最年少の29歳。彼女は明るい性格でパーティーのムードメーカーでした。過酷な場面も多い登山隊にとって彼女はありがたい存在です。赤井さんを含めた全員が人類で初めてボゴデ山へ登頂するという夢を掲げ、 今回の計画を成功させることを信じていました。未登法。5月20日、赤井さんたちは日本から飛行機に乗り、中国へと旅立ちます。北京に到着した後は、鉄道に乗り換え、2日かけて中国西域の天山山脈北陸にある、ウイグル自治区の主婦、ウルムチへ、ここであらかじめ日本から送っていた荷物を受け取り、 登山に必要な食料の買い出ししを済ませませたそして、ウルムチからバスに乗って、北東約90キロ先にある標高2000メートル地点の天地へ向かった後、船で対岸のパオに渡り、そこで一泊。翌日にパオを出発して、広大な森林地帯を徒歩で進みます。森は視界が悪く、遭難の危険があり、その上1ヶ月もの間、12人が暮らす分の食料や、 装備を持ち運ぶ必要があるため移動は過酷なものとなりました道中では赤井さんが休憩時間などを使いメンバーに歌を教えます教えてもらった隊員がふとした時にその歌を口ずさむような場面もありメンバー間の雰囲気は和やかでしたそのおかげもあってか厳しい道のりではあったものの無事に森林を通り抜けることに成功 その後は近くを流れるグルンパン・ボグド川沿いを進んでいき、26日にスッド氷河モスレビーに広がる総地に到着します。パオを出てからここまで舗装されていない大自然の中を進み、かなり体力を消耗していましたが、時間をかけてなんとか高度を上げていきました。標高3500メートル地点にたどり着いた一行は、ここでベースキャンプを設営します。 今回計画している登頂の方法は極地法といって、登山が困難な山に対して用いられる登山法の一つです。まず安全な地点でベースキャンプを設け、そこから連絡の取りやすい距離に次々と全身キャンプを設置、隊員はキャンプ間を行き来して必要物資を運搬するなど援助を行い、最終的に少数の隊員のみが頂上を目指すことになります。 この方法に沿って残りのキャンプを設置するため、一行はベースキャンプから北西方向へ登り、スッド氷河に入りました。氷河を渡って北端から東寄りにある山脈最高峰のボゴダミネ方向を目指し、スッド氷河最奥部を抜け、さらに標高を上げた地点に第一キャンプを設置します。その後、氷河と5180メートル峰の中間あたりに、 第二キャンプをもう少し先のボゴダミネに近い地点に第3キャンプを設置ボゴダミネへの登頂を目指す準備を整えました日本を出発してからここまでおよそ1週間休みなく一気に工程をこなしてきたためメンバーは疲労がたまっています全員が元気な状態で出発するため天候チェックや計画の再確認も兼ねて ここで2日間の待機期間を設けることにしました。優しさ。5月28日、登山開始から9日目。天候が良く、隊員たちの体調も万全ということで、この日に活動を再開。スッド氷河の地形の流れに沿って、標高約4000メートル地点を進み、氷河の平坦部に到着しました。その先は、 クレバスと呼ばれれるる地地形の割れ目ががが出現すす帯が広がっていますクレバスは深さが1 0ル以上にも及ぶこともありうっかり落ちてしまわないよう注意深く歩かないと非常に危険です実際にこのクレバスが彼女らを恐怖に陥れることになります29日にスッド氷河を渡った先で新たに第一キャンプを設営 難易度の高い箇所を身軽な状態で通過するため、そこから400メートルほど標高の高い4700メートル地点へ、テントや登山道具を一旦置いておくことにしました。ここを第二キャンプ場設置予定地と決めた時点で、その日の活動を終え、第一キャンプ場に戻ります。5月30日、11日目、この日は天候に恵まれず、 朝から吹雪となりましたボゴダ山は未登峰の山なののでで地形を完全に理解できていません雪の中遭難してしまうと捜索は不可能と言ってもいいでしょう。そのため一行は外に出ることを控え第一キャンプ場で待機することに。この時高一点の赤井さんは皆に料理を振る舞ったりしながらキャンプ生活を楽しんで過ごしました。 その明るい姿に隊員たちは幾度も助けられます。赤井さんはどんな時も前向きだね。見ている方も元気が出るよ。大雪の中、いつ動き出せるかわからない状況が続いていたのですが、隊員たちは赤井さんのおかげで気落ちすることなく過ごせました。その後、数日間続いた吹雪がようやく収まったところを見計らい、一行はキャンプを出発します。 盗聴を目指して最後のアタックをする際は、パーティー12名のうち赤井さんが第一キャンプ、もう一人の隊員が第二キャンプに待機、残り10名のうち1人が第三キャンプに残り、9名でボゴダミネの盗聴を目指す予定です。そのため赤井さんはここで、みなと一旦別れ、別行動となります。気をつけて行ってきて、何かあればすぐにサポートします。 そう他のメンバーに伝えて送り出しましまた赤井さんはこの日のために、隊員全員で準備をしてきたことや、日本を出発してからの道のりを改めて思い出し、この計画が成功することを祈ります。ここまで天候不良などには、冷静に対処し、大きなトラブルもなく、登頂の準備を進めてこられた山岳隊員たち。しかし赤井さんがここで、単独行動となったことで、 後に一行の運命を左右する事態に発展するのです。山頂キャンプを出発した11名の隊員は、登山道具を置いてきた4700メートル地点へ到着し、第二キャンプを設置。待機メンバー1名を残して、残り10名で中央峰寄りの方に第三キャンプを設けます。天候を見ながらアタックのタイミングを伺いますが、 気候が厳しいボゴデ山では、なかなかそのチャンスに恵まれず、さらに数日間、キャンプ内で待機することになりました。6月9日、21日目、登山開始してからおよそ2週間経過したこの日は、快晴となり、待機していた一行はついに、登頂に向けて動き始めます。6月10日、22日目、予定通り、 第三キャンプに1名が待機し9名でボゴダミネ山頂を目指すためテントを後にしました出発日の朝これから最後のアタックに挑むことを報告しようとキャンプ地同士で無線をつなぎ連絡を取り合います特に赤井さんはこれから山頂へ向かうメンバーを力強く励ましていましたついに人類初の登頂が目前となり 緊張と不安が入り混じっていた一同は赤井さんの言葉に勇気づけられ気合を入れてキャンプを出発します山頂へ向かう道の傾斜角度は70から80度とかなり急で未登校というだけあって非常に厳しいものでしたそれでも一同は諦めず全員の足並みを揃えゆっくりと確実に進んでいきますそしてついに 標高5445メートルの頂上へ到達。人類初となるボゴダミネ登頂を達成したのです。長年の夢が叶ったな。登頂の瞬間、一同は歓声を上げ、互いにねぎらいの言葉をかけました。一方、第一キャンプで待機していた赤井さんのもとへ、9名が登頂に成功したとの知らせが届きます。無事に登れて本当に良かった。 私たち一行がボゴド山の最初の登頂者だなんて夢みたい。赤井さんは登頂したメンバーと一緒になって喜びました。全チームで合流した後、山頂からの写真を見せてもらうことを約束し、帰りを楽しみに待っていると伝えます。しかし、今後この約束が果たされることはありませんでした。一瞬、登頂の知らせを受けた赤井さんは、登頂組より先に、 ベースキャンプを目指すため、午前11時ごろ、現地のガイドと共に下山を開始。この時、なぜ赤井さんが第一キャンプで他のメンバーを待つことなく、山を下り始めたのかは分かっていませんが、もしかすると、ベースキャンプで登頂をサプライズ的に祝うため、先に待っていようと別行動を選択したのかもしれません。ともかく、赤井さんはガイドと一緒に、 わきあいあいと楽しげに歩いていきます。順調に下って、スッド氷河隊に入り、下山開始から30分ほど経過した、午前11時半頃のこと。氷河の上を歩いていた赤井さんは、あっという叫び声を残し、突然姿が見えなくなりました。一緒に歩いていたガイドは、一瞬何が起きたのか理解できず、その場に立ち尽くします。真っ青になって、 赤井さんが消えたあたりをよく見てみると、ずり落ちたような跡を発見しました。どうやらクレバスに転落してしまったようです。通常であれば、クレバスは目につきやすく、避けて歩くことは難しくありません。しかし、彼女が転落したのは、地表面が雪に覆い隠されて、見えなくなっていた、ヒドゥンクレバスと呼ばれるものでした。自分一人ではどうしようもないと判断したガイドは、 直ちに他の隊員へ無線で連絡します。第二キャンプから数人の隊員たちが現場へ駆けつけたのは13時頃のこと。隊員たちは連絡を受けてすぐにこちらへ向かってきたものの、赤井さんが落下してからすでに2時間近くが経過しています。一刻も早く救助活動を始めなければと、隊員の一人、青木さんがガイドから転落した地点を聞き出し、 クレバスの入り口から大声で呼びかけました。おーい、聞こえるか。すると下の方から、はい、とか細い声が返ってきます。ひとまず生存確認はできましたが、即座に彼女の落下地点まで降りて、引き上げる必要がありそうです。必死。赤井さんの返事を耳にした青木さんは、焦る気持ちを抑え、氷の上に登山用のロープを設置し、 加工を試みました。クレバスの入り口はおよそ80センチほど。人間がやっと一人通れるくらいの狭い割れ目です。青木さんは体に巻きつけたロープの操作を仲間に託し、氷の隙間をゆっくりと折り始めました。下に行くにつれて割れ目は幅50センチほどに狭まっています。なんとか進んでいくと、下の方に赤井さんが背負っていたザックが見えました。 ザックが見えた。もう少しでたどり着けるぞ。呼びかけながらそこまで降りていこうとしましたが、隙間はさらに狭くなって、足を動かせず、アイゼンの爪を壁面に突き立てられません。そこで氷の上にいる隊員に向かって、ロープを少しずつ下ろすように伝えます。ぶら下がった状態で少しずつ降りていくと、ようやくザックに手が届きました。今引き上げるからな。 そう声をかけ、ザックに手をかけますが、思ったような手応えはありません。ザックの下に赤井さんはおらず、荷物だけが取り残されていたのです。一体どこにいるんだ無事なのかそう声をかけると、ここよ。聞き取ることが難しいほどの弱々しい返事が返ってきました。その声はかなり遠くから聞こえており、 赤井さんがはるか下の方に落ちてしまっていることがわかります。青木さんはすでに10メートルほども降下していましたが、そこから先はさらに狭く、真っ暗で何も見えません。赤井さんがこのようなところまで落ちてしまった原因は、落ちた際に勢いがつき、その加速度で狭い隙間を通ってしまったことにあると考えられます。ロープを使って、 ゆっくりと降りていくしかない青木さんは、赤井さんのもとへたどり着くことは不可能に思えました。しかし、ここで諦めることはできません。どうにか赤井さんを引き上げるため、何をするべきかしばし考えます。普通な返答悩んだ末に、青木さんは赤井さんにロープを掴んでもらい、上から引き上げることはできないかと考え、 先へ続いている隙間に向かってカラビナとヘッドランプをつけたロープを下ろし始めました。これ以上は進めないからそちらへロープを伸ばすよ。届いたら教えてくれ。赤井さんにそう声をかけ上にいる隊員と協力して作業を進めます。10メートル近くロープを下ろした頃かすかな手応えを感じました。どうやらロープの先が赤井さんのところへ届いたようです。 ロープが届いたら体に巻きつけるよう指示を出すと、再度反応が。これでやっと助けられる。そう希望が湧きました。期待を込めて引き上げますが、赤井さんの重みはありません。おーい、大丈夫か。何度も声をかけ、ロープの上げ下げを繰り返してみたものの、いくらやっても赤井さんの救出には至りませんでした。数十メートルも落下したせいで、 けがを負い、ロープをうまくつかめないのかもしれません。大丈夫だ、今助けてやるからな。青木さんをはじめ、隊員たちが皆、本当は不安でいっぱいでしたが、赤井さんにそれが伝わってしまわないよう、力強く声をかけました。隊員一丸となって、救助活動を続けていましたが、そのうちに赤井さんから、ある悲痛な言葉が届きます。 青木さん、危ないからもういいよ。奥さんと子供が家で待っているでしょう。私、ここで死ぬから。それを聞いた青木さんは、何を言ってるんだ、一緒に帰るぞ。そう叫び、ロープを送ることをやめませんでした。青木さんの必死の声かけに、最初のうちは弱々しくも返事がありましたが、やがて声はどんどん小さくなっていきます。 そして16時を過ぎた頃、とうとう赤井さんの声は全く聞こえなくなりました。衰弱してロープをつかめなくなったのか、力尽きて眠ってしまったのか、それとも自身でもう助からないと判断したのかもしれません。最後まで、赤井さんの声が聞こえなくなってからも、青木さんたちは救助活動を続行します。 今まで何度も厳しい山に挑戦する中で彼女の明るさにどれほど救われてきたかそう考えると簡単に諦めることなどできませんでした上にいたメンバー数人もクレバスに降り隙間を抜けられないか試しましたが誰も青木さんが降りた場所より先には行けずやはりロープで引き上げる以外に方法はないようですその後声をかけ続けるうちに 一度かすかな反応があり青木さんは最後の望みをかけてロープを伸ばしました「どうにかつかみ返してくれ」祈るような気持ちで引き上げますがロープの先につけたライトがむなしく上がってくるだけでした悔しさのあまり言葉も出ません13時ごろに救助を開始し気がつけば8時間が経過辺りはとうに真っ暗になっていました 雪山の厳しい環境でこれ以上救助活動を続ければ、青木さんをはじめ他の隊員にも危険が及びます。残念だが、もうこれ以上は無理だ。21時、とうとう救助は打ち切られることとなりました。通常であれば、これだけの時間雪山にいることはとても推奨できません。赤井さんを助けたい一心で行動を続けてきた隊員たちですが、 諦めてその場を離れるよりほかに選択肢はありませんでした。お帰り。その後、赤井さん以外のメンバーは無事に下山し、日本へ戻る日がやってきました。ボゴダ山へ人類初の登頂を果たしたにもかかわらず、一同には暗い雰囲気が漂っています。結局、最後は赤井さんの安否すらわからないまま、その場を離れることになり、 どうしても赤井さんのことを考えずにはいられません。置いて帰るしかないなんて大切な仲間だったのに、あんな狭くて暗いところへ一人きりで怖かっただろう。特に現場で救助活動にあたった青木さんは、私のことはもういいよという赤井さんの最後の言葉を忘れられずに言います。生きるか死ぬかの状況で、 自分ならあんな言葉を仲間にかけられるだろうか。そう考えて、ますますやりきれない気持ちになりました。そして時は流れ、1995年8月、事故から14年がたったある日のことです。白骨化した遺体が地表で発見されました。氷河はわずかに流れ続けており、長い年月をかけて、クレバスの底が上に押し上げられることがあります。 遺体は地形の変化とともに地上へと戻り、流れ着いた先で発見されることになったのでしょう。調べた結果、遺体は赤井さんだということがわかり、丁重に供養されました。後に山岳隊のメンバーもそのニュースを知り、当時の思い出や助けられなかった悔しさを振り返ります。山はいくら準備や計画を入念にしていたとしても、 思わぬ危険が潜んでいる場所です登山の技術や知識を身につけることはもちろん一つ一つの動きに気を抜かず行動することを心がけましょう最後にこの事故で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします今回も最後までご視聴いただきありがとうございました